ルビン、こんなの位置までわざわざご苦労なことだな。調査兵団に対する心象を害するわけにはいかないからだ。ああ、今日は若い兵を連れているんだな。ああ、今期の新兵、腕が早いので会議の初期役として同行させている。こちらは憲兵団のナイル・ドーク師団長だ。さて、私は残りの用を済ませてくる。君は少し待っていてくれるか。時間があるようなら少し私と話さないか。そうか、ではそうしよう。立場上、調査兵団の新兵とは接点がないから興味があってな。エルヴィン、構わないか。ああ、それは問題ないが、頼めるか。さて、話を聞かせてくれるかな。実は前にエルヴィンと話した時にお前のことも少し聞いていたんだ。そういうわけじゃないが、会えば雑談くらいはする。お前には憲兵団と調査兵団はあまり関係が良くないように見えているかもしれんが、活動している場所が壁内か壁外かの違いはあれど、人類を守ることを目的とした組織であることは同じだろう。お前と俺では立場が違うんだ。それでも一兵士としての人類を守るという本分は変わらない。お前もそのことは忘れないでおいてほしい。いいな。エルヴィンの使いか、わざわざご苦労だったな。急ぎの用件かもしれんな。早速確認させてもらおう。誰か！ヒッタクリを捕まえて！師団長、ここは私が。待てー！やれやれ、騒がしくてすまんな。内地とはいえ、ああいうことも起きる。それを取り締まるのが憲兵の仕事だ。訓練兵団の統括や駐屯兵団の監視が主任務だが、消防の指揮統制も我々の管轄だ。ところで、お前が持ってきてくれたエルヴィンからの書簡だが、お前に憲兵団の仕事を少し見学させてやってほしいそうだ。エルヴィンの意図はさておき、こちらとしては好都合だ。人手不足は憲兵団も同じなのでな。そうだな、市外の巡回にでも加わってもらうか。やってみるか。いい返事だ。市外の巡回も市民の生活を守るための大切な仕事だ。やってみれば得ることもあるだろう。私の方で手配はしておくから頼んだぞ。今日は大した事件がなくてよかった。忙しい日は一日中走り回っていることもあるからな。そういえばさ、調査兵団がもっと戦果を上げれば内地の治安も良くなるかもって誰か言ってたけど。やめろよヒッチ、それは何でも他人のせいに従う奴の言い分だろ。ま、それはそうだろうけどね。報告は以上です。ご苦労だった。下がっていいぞ。ああ、お前は残れ。
て今回お前には憲兵団の巡回任務に加わってもらったわけだが、どうだった？そう思ってもらえたなら嬉しいが、とにかく普段は見られないものを見られたと思う。兵士として見聞を広めることは大切なことだ。それが今回のエルヴィンの狙いだったんだろう。エルヴィンがお前に期待している証拠だな。前にも言ったと思うが、どの兵団であれ兵士は皆壁内の人類を守るために存在している。俺は憲兵団の師団長として人類のためその本分を全うする。それが俺の信念だ。信念は人を強くする。お前も信念を曲げずに生きろ。これからの活躍に期待しているぞ。